はい皆さんこんばんはえー、っと昨日動画配信した、えー、歌のね、えー、エピソードをお話し,しましたよねこの曲はみたいな感じでで忘れんうちにねこのエピソードをねお話ししたいと思いますまああのー、俺のね動画やライブに参加されてる方とかまたあのー、離れていった人もね 知ってると思うんですけど彼女の名前こそがあゆかり振りかけのねゆかりですでまあねこの子だと知り合ったままお前働いたライム屋さんにね、えー、夜中3人娘、えー、まあ地元でも結構悪い学校で有名な学校あるんですけどそこの生徒やったんですよほんでまあ卒業はしてるけどもあのー 家にも帰らんとフラ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 してるような感じで遊びに来ててで、まあ、食べに来た時にね意気投合しましてほんだら何回かねあのまた旅のエディアみたいな話しとしたらしょっちゅう食べに来るよになってで仕事探してんねけど雇っ,ってくれへんかないことになってで店長と相談してで3人を雇うことになったんですよね、まあ、そっからのお付き合いなんですよね でまあ、あのー、次第にね働いていくうちにね、あのー、お互いにこう光り合うものがありましてでまあ、付き合うような感じになってで、まあ、最初はね、あのー、向こうに彼氏がおるとかそういうのは全然分からんかってで結局それ分かってきた分かったけどやっぱり好きなもん好きやってうみたいな感じになっとってねほんでまあ 前の動画にも書きましたけどで昼はねその彼氏と会ってて夜は俺と会っててで夜になるとその彼氏がね、えー、ゆかりを探してたとそしたら心配しますよね付き合ってる女があ彼女がおらへんかったら心配しますよね逆の立場やったら俺も心配すると思うんですよでも、あのー、それが分かったとしてもやっぱり好きなもん好きやったいう感じやから。 でまああのー、概要欄にも書いたけどあ一触触発っていうかあのー、揉めるようなあ感じもあったんですよ。向こうはお兄ちゃんが結構名前売れとってそれお兄ちゃんが引退して二代目を継いで二代目の暴走行の頭まあある地域ではそこそこ有名なあーチーム ででもこっちはこっちでまた別の組織みたいなやっててオいらンとこは56年しかおらへんかったけどでもうちのナンバー2が勝利にやってたというか強かったんでねでまあ,あの来たら来たでやろうかみたいな話になっとったんですけど結局それはそういう話はなくなってんけどねでまあ最終的にあのまあ向こうのね親が電話してきましてほんで。 実はこれこれこうでみたいな手を引いてくれとでまあ俺もね、あのー、悩みましたけどやっぱり相手のね、えー、彼氏のことを考えると、あのー、辛らいし、まあ、仕方がないっていう感じで別れてないけどねまあまあこの話は、A、としてそれから数年後ねその3人娘の1人の子からあー俺はもう違う職場に行ったんですけど 電話かかってきて「今度会いに行ってって言うから「ああいいよ」って別に友達やからね「俺はいいよいいよ」って言ってで「ゆかりも一緒に行くから」って言って「ああいいよ連れておいでや」ってそういう感じでいついついつの何時頃行くからちょっとほんちょうど2時ぐらい今やからちょっと来てえっって,言ってでその日が来ましてで2時ぐらいに来たんですよその友達とゆかりがねそしたら小さい女の子がいてるんですよ 「いらっしゃいませ」って言ったらいきなりその小さい子がね「パパー」言うて近づいてくるんですよ「ええー」と思って「あんた似てるやろ」って。って言った瞬間に「えー、なんでやねん!」って思ったんですで実はその職場には嫁さんも働いとったんですよねほんで「いや」っていうっうせうっせ冗談やでーってすごいドッキリ引っ掛けてきてで僕も焦ったんですその時はね ほんでもう嫁さんにも説明しましてほん,で <laughs> ほんで「お前どうすんねみたいな感じで俺もこっちはこっちで嫁があんなんなって,って言っとたらこったらっ嫁が3日くらい口聞いてくれへんかったんですよ。というねエピソードです。ねまああのー、皆さんもねあのー、何やろな冗談と分かるとっきりやったらいいですけどほんまねこの時ほどねあのー よく漫画でであるじゃないですかあの青くなってザーッてなったような感じであんななったのほんまねあのこの時こそねほんまに焦りました、うんね、いきなりそういう風なね仕掛けてくるからねびっくりしましただ皆さんもねあの遊ぶのはほどほどにしましてあの気をつけましょうというお話というかねまあこの時ほどねもうほんまにねあの 青ざめたた時は、ね、ありませんでしたという,うお話です。まあね、昨日の動画で軽くね、概要欄に載せましたけど、エピソード、もう忘れうちにね、えー、お話ししておきます。またね、いろいろなんかありましたらね、えー、動画配信しますんで、ちょっと長いですけどね、よかったら見てください。お疲れ様。